国鉄後期五万経過車、国鉄後期五万経過車、国鉄後期五万型貨車とは、日本国有鉄道、国鉄が、フレートライナー輸送用として1971年度から1976年度に、かけて製作した、貨車、コンテナ車である。車掌室付きの環球車後期不五万型についてもここで、解説する。迷信。 東名高速道路を行使とする高速道路網の整備が進展し、長距離トラックの貨物輸送量が増加した状況に鑑み、国鉄は1966年に古希1万系コンテナ車を投入し、列車の高速化で対抗した。さらに1969年4月には、イギリス国鉄で実施されていた方式を参考に、トラックとの共同輸送方式を取り入れた。 フレートライナー方式の営業体制を発足させた。これは物流業者が鉄道コンテナを使用する荷主となった上で自社の路線貨物をコンテナ列車を用いて輸送する営業を行い、列車は有国集荷、翌朝配達の定時定型輸送を行う輸送方式である。このため列車の高速化、トラックの輸送単位に適合したコンテナの導入が図られ、 同年に10トンコンテナと、古機1万系の専用車、古機19000型が製作された。フレートライナー方式の拡大にあたっては、コンテナ車の積載能力向上と大量投入のための製作費定減が課題とされた。これを受け、10トンコンテナを3個積載でき、有刻翌朝の定時定型輸送のため、夜行旅客列車と並行ダイヤで、 運用可能な最高速度時速 95km のコンテナ車、コキ9200型が1970年に試作され、各種試験に供された。試験の成果をもとに1971年から量産された車両がコキ5万系、コキフ5万系である。電磁ブレーキ等を装備しないため最高速度はコキ1万系より時速 5km ほど低下したが、 製作及び星コストが低く、敬遠機関車を選ばないことから、容積を拡大し雑貨類の積載を容易にした、新規格の5トンコンテナ C20 系列とともに、フレートライナー列車に充当するため大量に製作された。1976年までに3631両が製作され、輸送体系の変遷により種々の改造を受けながらも、 後発の古キ100系コンテナ車と共に後半に使用された。台枠は古キ5500型や古キ1万系と同様な魚原なり川張りであるが20フィートコンテナを3個積載できるよう台枠長さが延長され、車体長は19600ミ、mm、リメートルに大型化された。台枠上のコンテナ禁定装置は5トンコンテナ用を左右5組。 20フィートコンテナ用を左右3組装備し、使用しないときは大枠外側下方に回転追加させる。これにより各種コンテナの積載が可能となった。外部塗色は古機5500型と同一の赤3号、レンガ色である。車体の一端に手ブレーキ付きの手すりとそれを操作する、かかり用のデッキ、デッキへの昇降用ステップを有する。 古希一万系のような台車オイルダンパープロテクタは設置していない。赤車時の総重量は最大60トン、軸重15トンとして設計され、運用線区は幹線に限定される。荷重は古希五万型が37トン、古希腐五万型が28トンである。緩急車古希腐五万型は古希腐一万型と同様、デッキ側にコンテナ1個分の車掌室を設け、 コンテナ禁定装置は5トンコンテナ用を左右4組、20フィートコンテナ用を左右2組装備する。車両の両端どちらが列車最後部になっても運用できるように、デッキのない側にも手すりを設け2組の微糖を装備している。台車は国旗5500蛍光機系の TR216 型を元に開発された TR223 型である。 台車軸強 1650mm から 1900mm へ拡大し増加した荷重に対応するため車軸は重荷重に対応する14トン軸を用いている。ブレーキ装置は軽油弁を採用した CL 方式大荷重装置不自動空気ブレーキで電磁ブレーキによらない制動性能の確保を図った。最高速度は時速 95km である。 後年一部の車両はブレーキ装置の改造により最高速度は時速 100km25 万番台時速 110km35 万番台とされた改造の詳細については口述する各年度による製造会社と両数は次の通りである各年度による製造会社と両数は次の通りであるご寄附を満型や 積載効率に難があった5万8000番台はすでに到達され、5万7000番台は一般車に復元されたが、それ以外のグループは、国キ100系とともに、コンテナ車の主力形式として、各地で使用され、本系列は、製作から35年を超え、後継車両開発の計画が実施されている。2006年に、国キ100系の新形式国キ1 7型一両が、 先行試作され、2008年から量産が開始された。同形式の製作によって、本形式を順次置き換える計画で、古機百系の所要数十足によって、本来の用途を創出した、高速化対を改造車25万番台、35万番台を中心に、転用や淘汰が行われ、2018年3月17日のダイヤ改正をもって、本形式は、 定期運用を終了した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災に伴い常磐線上り92列車や石巻港駅が津波の直撃を受けて多数の車両が被災し現地で解体されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。